ムージーカとは、アスキー社が発売していた MSX ディスク通信90年10月号に収録されている MSX 用のデスクトップミュージックソフトウェアである。従来、MSX ベーシック上では PSG 音源及び FM 音源しか発音させることができなかったが、ムージーカはさらにコナミの SCC 音源を同時に再生させることができる環境であり、 最大同時発音数は17音に及ぶ。専用のエディターで MML 文を入力することで楽曲を作成する。BGM 演奏システムがあるため楽曲を再生しながらの MML エディットが可能である。本ソフトウェアはテキストエディターや音色エディターも含めたいわば統合環境であり、この環境は MSX ベーシックから起動するものである。 BGM データを書き出すことができ、それを同梱されている MSX ベーシックから使用できる専用のドライバーに読み込ませることにより、ベーシック上で BGM を演奏することもできる。標準の PSG 音源に加え、内蔵、または外付けの FMPAC による FM 音源、SCC 音源を組み合わせることで MSX 本体の価格を加味すれば、モノラルではあるものの、 同時期の他のパーソナルコンピュータで DTM 環境を構築するよりも安価に高度なサウンドを奏でるシステムを構築することができた。なお1990年頃に草の根ネ,ネットなどでエンドユーザーが入手しやすい MSX 用楽曲演奏ドライバとしては OPL ドレブや MGSDRV があったもののテキストファイルに MML を格納した上で MSX ドス上からコンパイルもしくは演奏する形のソフトウェアであった。派生物としてミューザムドライバーや金銅シリーズという新たなムージーカー互間コンパイラ、ドライバー等が発表されている。なお、2005年発売の MSX マガジン永久保存版ボリューム3の CD r o m にも収録されており、これはバージョン1.02となっている。ありがとうございます。